それでは、お時間になりましたので、ワンダープラネット株式会社2023年8月期第2四半期計算説明会を開催いたします。本日はご多忙の中ご参加いただき、誠にありがとうございます。本説明会は、代表取締役社長 CEO 常川、取締役 CFO 佐藤よりご報告させていただきます。 開催にあたりまして、お願い、ご連絡事項を申し上げます。決算報告の後、質疑応答のお時間を設けております。質疑応答は、コントロールパネルの休憩機能よりテキスト形式にてお受け付けいたします。その後、頂戴したご質問を読み上げ、ご回答させていただきます。お時間の関係上、すべてのご質問にお答えできない場合もございます。あらかじめご了承ください。 なお、チャット機能は使いませんので、何かございます際は、休憩機能にてお知らせください。また、説明会終了後3分程度のアンケートをお願いしておりますので、ご協力をお願いいたします。それでは、これより2023年8月期第2四半期決算のご説明を始めさせていただきます。 皆様本日お集まりいただきまして誠にありがとうございます。ワンダープラネット株式会社代表取締役社長 CEO の常川です。それではこれより2023年8月期第2四半期決算についてのご報告をいたします。本日はこのような流れを予定しております。1のコーポレートサマリー。 4の現在の注力分野につきましては、私からご説明し、2の2023年8月期二級決算概要、3の2023年8月期の三級進捗見込みと、通期見通しにつきましては、佐藤からご説明いたします。コーポレートサマリーについてご説明いたします。まずは会社概要です。ワンダープラネットは 名古屋と東京に2つの拠点がございまして、事業内容はエンターテインメントサービス事業、私たちは運営型のゲームをワールドワイドに展開するサービス業であると定義づけております。従業員数は両拠点合わせ、2023年2月末時点で183名となっております。創業ストーリーを読み上げさせていただきます。2012年 ゲームメーカーやスタートアップの存在が希少な町、名古屋に私たちは産声を上げました。ゲーム作り未経験の開発者たちが集い、夢と情熱だけを頼りに、何度も失敗や危機を乗り越えながら、一歩一歩着実に成長してきました。そんな私たちの社名は、ワールドワイド、名古屋、デベロッパー、プレイ、アメージング、ネットワークを組み合わせた造語、ワンダープラネット。創業からの思いを初始貫徹すべく、 世界中へ名古屋から生まれた開発チームが遊び心あふれる驚きとワクワクを広げていくそんな思いが込められています当社のミッションは楽しいねを世界中の日常へですこの短い文章の中には大きく4つの意味がありまして楽しいがゲームエンターテインメントそこに根がつくことによってそれを友達や家族と共有し それらを日本だけではなく世界中へグローバル展開し日常つまり365日毎日楽しく遊んでいただけるものをご提供したいそのような思いが込められております次に遠隔となります会社設立は2012年9月名古屋で創業いたしました2015年7月に自社開発のオリジナルタイトルとしてクラッシュフィーバーをリリースし 日本版版ののみでなく反対字盤英語版の運営も行っております。2018年3月には自社開発の IP タイトルである JUMPTY HEROWS ーーーをリリースし日本版反対自版の運営を行っております2021年6月に東証マザーズ現グロス市場へ上場しその後2022年7月に 世界同時運営のオリジナルタイトルとして、アリスフィクションを新規リリースいたしました。現在は新規タイトル開発として、コンシューマー系ゲーム開発会社との共同事業新規タイトルを準備中です。当社の経営陣です。代表取締役社長 CEO として、杉川。取締役チーフプロダクトオフィサーとして、住み 取締役チーフグローバルオフィサーとして久手健、取締役チーフファイナンシャルオフィサーとして佐藤取締役会長として石川そして社外取締役として和田手島の7名で当社の経営に関わる意思決定を行っております次に2023年8月期2級決算概要は CFO の佐藤よりご説明いたします ファンダープラネット株式会社、取締役 CA4 の佐藤です。それでは、2023年8月期2級決算概要についてご説明します。まずは、2023年8月期2級決算業績サマリーについてです。2級は、売上高はグラフィー日本版が好調に推移しましたが、タタイトルは苦戦して推移しました。<laughs> 営業利益は 一級から取り組んでいる費用削減の効果を主因に、全市販機費で赤字幅を大幅に縮小しております。二級の市販機決算業績は順に、売上高は7億9700万円、全市販機費マイナス4.3%、前年同期費プラス7.7%、営業利益はマイナス8300万円、全市販機費で1億5300万円の赤字縮小、 前年同期費で5600万円の赤字縮小。経常利益はマイナス9300万円。前四半期費で1億4600万円の赤字縮小。前年同期費で6100万,万円の赤字縮小。純利益はマイナス1億1100万円。前四半期費で1億2600万円の赤字縮小。 前年同期比で200万円の赤字拡大となりました。2級のトピックについて、1級から取り組んでいる費用削減の取り組みの効果により、2級は会社全体のコスト総額を1級費で1億8900万円削減したことを主因に、営業赤字幅を大幅に縮小しました。アリフィの赤字幅につきましても、同様に営業赤字幅を大きく縮小しております。 産休についても費用削減効果により、会社全体のコスト総額は2級比でさらに約20%費用削減となる見通しです。また、3級に開発進行中のコンシューマー系ゲーム開発会社との契約について、両社協議の上、内容の変更を行いました。この契約変更により、3級以降の当社の開発費用負担は2級比で減少し、また、 開発開始から2級までの開発費用の生産を3級に行う予定のため、PL 上の利益及び PS 上の純資産、それぞれにプラス影響が発生する見込みとなっています。こちらの内容は後半のページでも補足させていただきます。PL の状況となります。2級は費用削減効果を主因に営業利益はマイナス8300万円と、 1>, 1級に比べ赤字幅が1億5300万円縮小しました。その他営業外費用には、2023年1月に実施した第三者割合の株式交付費用900万円を計上し、法人税等合計に主に税効果会計の影響により1700万円を計上しております。四半期ごとの売上高、営業利益の推移となりますので、ご参照いただけましたらと思います。 2級の各タイトル状況です。グラフィーは日本版が12月から1月に7.5周年キャンペーンを開催、2月に魔法科高校の劣等生来訪者編コラボを開催した結果、校長に推移し、1級比で売上高営業利益ともに大幅に増加しました。海外版はオリジナルイベントや日本版イベント等を随時開催し、1級比で増収増益となりました。 アリフィーは1月から2月に初音ミクコラボを開催、2月にハーフアニバーサリーキャンペーン、グラフィーコラボを開催しましたが、1給比で売上高は減収、大幅な費用削減を実施したことで営業価値幅は縮小しました。ジャンプ値は日本版が12月に2100万ダウンロードキャンペーンを開催しましたが、1給比で減収、費用削減を実施したことで増益となりました。 反対地盤は日本版のイベントを随時実施しましたが、1級比で減収、費用削減を実施したものの現役となりました。2級進捗と現取り組み状況を取りまとめたページとなります。2023年8月期は引き続き通期の営業黒字化を徹底しており、その主要な業績変動要素となる費用削減は、 2級末時点ですですに目処が立っている状況となりました売上高は、グラフィーは2級も好調で、引き続き好調を維持しながら、タタイトルは3級以降のリカバリーに努めてまいります。費用削減は、2級の会社全体の費用は1級比で17.7%削減し、3級は2級比で約20%の削減となる見通しです。 特に下期以降の収益化に取り組むアリフィの費用は2級が1級比で34.5%を削減し3級は2級比で約42%の削減となる見通しですまた3級の東京オフィス移転により不動産関連費用は移転一時費用考慮で約1000万円の増加を見込んでおりますが4級以降はランニングの関連費用を合計 年間、賃借料や教益費、減価償却費等の関連費用の合計となりますが、年間で3000万強の削減となる見通しです。成長分野としては、長期的な収益の柱の位置づけとして、コンシューマー系ゲーム開発会社と開発中の新規タイトルに引き続き注力してまいります。なお、一級発表時にご説明しましたが、 ゲーームチェンジャーシンガポールプライベートリミテッドとのブロックチェーンゲームの共同事業展開は、リリース時期を未定と変更し、また、独自に発行される暗号トークンの割り当て予定先が、当社シンガポール子会社から当社へ変更になったことを公表しております。今後、ブロックチェーンゲーム事業の展開において、引き続きゲームチェンジャーシンガポールプライベートリミテッドとの共同事業展開などを検討してまいりますが、 当社によるパブリッシングやトークン発行等はリスクを勘案して当面ないと考え、2022年5月に設立した当社シンガポール子会社 WPBC プライベート・リミテッドの閉鎖を今後予定しております。会社全体のコスト内訳の四半期推移です。2級の費用全体は、アリフィー中心に運営体制の最適化や販管費削減の取り組みが走行し、 会社全体のコスト総額は1給、1級費マイナス1億8900万円、マイナス17.7%の8億8000万円と、想定以上の削減となりました。補足ですが、2級の人件費について、1級に比べ額が増加しておりますが、未払い給与の生産にかかる一時費用を2級に3300万円計上した影響が含まれ、その影響を控除すれば1給費で減少しておりました。 3級の費用全体については、2級までに実施した費用削減効果が現れ、会社全体で2級実績からさらに約20%の削減、金額として2億円弱の削減を想定しています。なお、4級の費用全体は3級とおおむね同等の推移を想定しております。アリフィの運営費、広告宣伝費についてです。 2級に1級比マイナス34.5%と想定以上の削減となりました。外注費など契約期間の関係で費用削減までにタイムラグが数ヶ月間生じるものもあるため、今後も2級までに実施した費用削減効果が現れてくる見込みであり、3級は2級比で約42%の削減を想定しています。 市販機別タイトル利益推移となります。1級からアリフィーを既存タイトル利益として集計しておりまた既存タイトル利益新規タイトルへの開発投資等から新たに広告宣伝費を除く販管費を区分して集計しております2級の既存タイトル利益は1億300万円とアリフィーの赤字幅が縮小しグラフィーが堅調に推移した結果 既存タイトル合計では1級は赤字でしたが2級は黒字化し利益を確保しながら進捗しておりますまた新規タイトルの開発投資は1級とおおむね同等で推移しその他販管比等は1級比で減少しました次のページでブレイクダウンして補足いたします タイトル利益、新規開発費、市販機別推移となります。2級のアリフィー除く既存タイトル利益は1億6500万円と、先ほどご説明した人件費の一時費用の発生もコールの上で、前年同期費では未減益となりましたが、1級費では83.3%の大幅な増益となりました。アリフィーは、 運営体制の最適化を目指した取り組みにより、赤字幅を1級比で5100万円縮小しております。引き続き、運営体制の適切化を図りながら、3級以降は利益を確保できるタイトルに運営に注力してまいります。なお、コンシューマー系ゲーム開発会社との契約変更により、3級以降の当社の開発費負担は2級比で減少する見込みで、1級、2級とそれぞれ 新規タイトルへの開発投資等が4000万弱で推移してきましたが、三級にその金額は減少する見込みです。従業員数の推移となります。二級末の従業員数は前四半期比で11名減少の183名となりました。外注人員の削減を中心に引き続き新規採用を抑制しながら。 組織1級の正化にもご説明しましたが、タイミングとしては2級に実施した第三者割り当てについてです。2023年1月5日に、モバイル向けゲームアプリの開発・運営を事業内容とするハッピーエレメンツ株式会社を割り当て先とし、当社普通株式35万株を 新規発行する第三者割当を実施しました調達した資金は今後の収益基盤の一つとなる新規タイトルの創出につなげ継続的な事業成長の足がかりとして取り組んでまいります2級末の株主構成となります第三者割当実施後ハッピーエレメンツ株式会社は持ち株比率 13.95%の第2位の大株主となり、発行済み株式総数は、新株予約権の講師も含め、前期末に比べ35万7500株増加しております。BS です。前期末との比較で、入給末においては、資産側は、現預金は第三者割り当て資の実施や、 社債の新規発行が増加要因であった一方、アリフィー広告宣伝費の未払い金の支払いを主位に合計で減少となりました。負債、純資産側では、負債は同じく社債の新規発行で増加の一方、借入金の薬定弁債、未払い金の減少等により減少し、純資産は純損失の形状による利益余金の減少があった一方で、 第三者割当による新株式の発行により増加し、5億1100万円となりました。当社の会計処理を補足するページです。当社は会計上、新規開発費用を PL で都度費用計上し、ソフトウェア資産はゼロとなっているため、今後もタイトルクローズ時などに PL 上に減損が発生するリスクはございません。引き続き続 2023年8月期は PL 側の新規開発費埋め費を削減に努めております2023年8月期産休の進捗見込みと通期見通しについてご説明いたしますまずは産休タイトル進捗見込みをご説明します 会社全体では3級の売上高は2級比で概ね同等を見込んでおり、今までに実施した費用削減効果とジャンプ値日本版の5周年キャンペーン等で利益を確保し営業黒字化に努めてまいります。タイトル別では、フラフィーは日本版は3月にリリース2800日キャンペーン、アリピコラボ 開催しながらも好調であった2級費では減収減益を想定しております。海外版はオリジナルイベントや日本版イベント等を随時開催予定で運営体制の適正化に取り組みながら2級費では減収増益を想定しております。アリフィは オリジナルイベント等を随時開催予定で、運営体制の適正化に取り組みながら、2級比では減収、増益を想定しております。ジャンプチは、日本版は3月から5周年キャンペーンを開催中で、運営体制の適正化に取り組みながら、2級比で増収、増益を想定しております。 反対地盤はオリジナルイベントや日本版イベント等を随時開催しながらも、任給費で減収増益を想定しております。なお、これらイベントは4月14日金曜日、公表日時点の各タイトルの公開情報に沿って記載しておりますので、公表前のものなど、今後記載されてないイベントも予定しております。 2023年8月期、通期業績見通しについてです。先ほど申した通り、引き続き通期の営業黒字化を徹底しており、売上高は3級は2級比でおおむね同等、グラフィー日本版の8周年キャンペーン等のある4級は3級比で増収を想定しており、通期では3級以降の進捗状況次第ですが、前年度並みの水準になる。 見込みです。会社全体のコスト総額は3級に2級比で約20%の削減予定で、4級は3級と概ね同等を想定しております。今週マーケゲーム開発会社との契約変更の影響は3級以降に反映予定です。タイトル別でも補足いたします。 グラフィー全地域は2022年5月以降の単独運営により業績への影響や紙機の進捗が前年同期比で増収と好調に推移していることから売上高は秘書からの想定を引き上げて前年同期比で増収を想定しております営業利益は堅調な利益貢献を想定しております アリフィは紙機の売上高進捗を考慮して、売上高は秘書の見通しを引き下げて想定しております。今後の IP コラボや4級の1周年に向け、引き続きサービスの順次改善に努めてまいります。一方で営業利益は売上高の進捗を考慮し、秘書想定以上に費用削減に取り組み、 その効果を継続することで、損益分岐点を目指してまいります。ジャンプ地全地域は KPI の減衰を見込み、売上高は全期費減収で想定しておりますが、営業利益は堅調だ、利益貢献を想定しております。コンシューマー系ゲーム開発会社との共同事業新規タイトルにつきましては、開発は 順調に進行しておおりりまますが今期内の新規リリースは見込んでおりませんでせなお、3級に行った契約内容変更に伴い、3級以降の当社が負担する開発費が2級費で減少し、また開発開始から2級までの開発費用を3級で生産する予定となっているため、 PL 上の利益及び b s 上の純資産それぞれにプラス影響が発生する見込みとなっております会計処理について検討中となりますのでお話しできる段階になればご説明させていただく予定ですこのファン反対地盤は2022年11月クローズのため売上高は1 q 実績のみですその他今期業績の影響は限定的ですが 自宅開発タイトルの売上高を想定しております。以上の点から、産休以降、費用削減効果を継続させながら、各タイトルで売上高の目標達成に努めるとともに、引き続き、通期の営業クラジカに徹底して取り組んでまいります。 こちらは2023年8月期の業績予想値を控え示とする方針内容を記載しておりますので、ご参照いただけましたらと思います。続きまして、現在の注力分野は、代表の常香よりご説明いたします。当社の現在の注力分野について、ご説明させていただきます。注力分野と概要についてです。 まず営業黒字化として2023年8月期は運営体制の適正化を目指し費用削減に取り組んできました会社全体のコスト総額は2級では1級に比べ17.7%の費用削減を実施しており3級は2級比で約20%の削減を予定しています引き続き運営体制の適正化を進めながら 続きでの営業黒字化を目指してまいりますえ。既存タイトルの収益加工として、継続的に利益貢献できるサービスの提供に注力してまいります。グラフィーは紙機は好調に推移し、4級には日本版、周年イベントも予定しておりますのでえ、さらなる盛り上げに努めてまいります。アリフィーは今までに取り組んだ費用削減の効果から、 損益分岐点を目指した運営に取り組んでまいります新規タイトル開発として長期的な収益の柱となる新規タイトルの開発に注力してまいります現在進行している今週マーケー系ゲーム開発会社と開発中の新規タイトルは順調に進行しており2024年8月期の業績影響を精査中でございます 今までにも少しご説明いたしましたが、コンシューマー系ゲーム開発会社と開発中の新規タイトルにおける契約変更について、その変更点をご説明させていただきます。今回の契約変更については、当社の直近状況を踏まえて、両社で協議の上で合意に至ったものです。契約変更のポイントとしましては、まず当社が負担する 開発費用の拠出に対して、短期的にその費用を抑制する条件へ変更となった点です。これにより、当社が負担する開発費が減少する見込みで、3級以降の開発費の減少に加え、開発から2級までの開発費についても、3級で生産を行う予定です。一方で、タイトルリリース後においては、 当社の強みである長期運営力を生かし、運営しながら中長期的な累計収益機会の確保が可能な内容とさせていただきました。開発期間含め、費用拠出を抑制も、長期的な収益の柱の位置付けは維持されておりますので、引き続き開発に注力してまいります。これ以上の詳細な概要につきましては、 現段階でお伝えすることができませんが今後お知らせすべき事項は適時開示やプレスリリースとして随時公表させていただきますご説明は以上となります引き続き企業価値の向上に努めてまいりますご清聴ありがとうございましたそれでは質疑応答に移りますいただきました質問の内容を確認し 一つずつご質問に対して概要を読み上げ回答させていただく形で対応させていただきますはい、えー、それではまず最初のご質問となりますアリフィは日給も売上苦戦とのことだが今後増収に転じることはあるのか今後もサービスを継続する方針なのか、えー、というご質問をいただいております ご、はい、ご質問ありりがとうございいまますすそれではこちら常川より回答させていただきアリフィは紙機の進捗を考慮しまして、基礎の見通しから売上高を引き下げて想定はしておりますが、今後予定している IP コラボや1周年キャンペーンに向けて、引き続きお客様から評価いただけるように改善に努めてまいります。 今後のサービス継続につきましては、まずアルフィの営業赤字幅を縮小することが、会社全体で最重要と考えておりましたので、今まで費用削減を中心に進めてきました。会社全体への業績への影響を限定的とした上えで、引き続きサービス継続ができるような運営に努めていければと考えております。 はい、以上、ご回答とさせていただきます。はいえー、では、続いての質問に移らせていただきます。えー、新規タイトルで公表されているのは、コンシューマー系ゲーム開発会社との共同タイトルだけだが、えー、今後の成長戦略をどう考えているのか、現状の新規開発の考え方についてのご質問をいただいております。 はい、えー、こちらも常川より回答させていただきます。えー、長期的な収益の柱の位置づけとして、えー、この新規タイトルに引き続き注力しておりますので、えー、まずはこちらを成功させることが、えー、当社の成長戦略上最も重要だと考えております。えー、今回、当社の直近状況を踏まえて、協、え、議、ー、を行い、 協業先のご好意もあり、当社は短期的に利用拠出を抑制しながらも、中長期的な累計、収益機会をしっかりと確保される契約に変更させていただきました。当社にとって収益の柱の位置づけが引き続き維持されますので、こちらをご期待にお応えできるよう、引き続き開発に努めてまいりたいと考えております。 その他、今後の新規開発につきましては、まだ期間決定したものはございませんが、社内で随時検討は進めており、また公表できる段階になりましたら、お話をさせていただければと思います。以上、ご回答させていただきます。はいえー、では、続いての質問に移らせていただきます。 営業黒字化のタイミングはいつなのか、3級に黒字化するのか、紙機の営業分かり3.2億円、下機で取り戻すのにハードルが高いように思うが、どう考えているのかというご質問をいただいております。はい、こちら、佐藤より回答させていただきます。はいえー、定論的なところからご説明させていただきます。えー 2億3700万円の営業赤字、で2級は8300万円の営業赤字と、1級比で1億5300万円、営業赤字幅が2級で縮小されましたが、その所因は改めてですが、1級比で2級の会社全体のコスト総額を1億8900万円削減したためでございます。では、3級がどうなるかですけども、 先ほどご説明しましたように、2級比で3級の会社全体のコスト総額は、マイナス約20%削減する予定でございまして、これは金額換算すると2億円弱の削減となる見通しです。この削減の内訳は、2級までにアリフィー中心に、全社的にも実施してきた費用削減の効果が、 フルに出てくることに加え、コンシューマー系ゲーム開発会社との契約変更で以降の開発費負担も2級費で減少する見込みです。なお、3級のこの削減額の中には、コンシューマー系ゲーム開発会社との加工開発費の生産により発生する影響は考慮しない数字となっております。加工開発費の生産については、現段階では会計処理が 確定していないためお話しできる段階になればまたご説明させていただければなと思っております。今まで営業黒字化達成に向けての主な変動要因は費用削減の効果次第と考え推し進めてまいりました。3級は2級の赤字幅が営業赤字幅が8300万円でしたので先ほどお話したように 2級比で約2億円弱の費用削減の見通しと、2級の営業価値は以上にですね費用削減額のメドが立っておりますので,で、また売上高に関しては、3級は2級比でおおむね堂々と見込んでおりますので、そこから数字を組み上げていけば、3級から営業黒字化ができるようにです、ね、しっかり目指していきたいと考えております。また4級もですね、 会社全体のコスト総額は3級とおおむね同等と想定しており、売上高の方に関しては、クラッシュフィーバー日本版の8周年キャンペーン等がございますので、3級比で4級は増収を想定しております。これら3級、要級の利益貢献によりですね、紙機の営業赤字幅を取り戻し、基礎から 目標としてきた通期への営業黒字化の達成に向けて、引き続き徹底し、努めてばらたいと考えております。以上、ご回答とさせていただきます。はい、では、続いての質問に移らせていただきます。2級は従業員数が全市販機費で11名減っていますが、運営体制に影響はないのでしょうか。 また従業員のケアをどうしていますでしょうかというご質問をいただいております、はい。こちらも佐藤より回答させていただきます、はい、今期はです、ね、運営体制の適正化を実施していけるとご説明させていただきましたけれども、直接雇用の従業員の影響は限定的にしたいと考えておりますので、見直しを実施する際は、 外注人員の削減を中心に行ってきました当社としても直接雇用の従業員のケアは重要と考えており半期ごとに評価を実施しておりますがその評価の中で賃上げもです、ね、反映してきております当社の運営開発体制において人的リソースは根幹をなす重要なものと認識しておりますので今後も引き続き丁寧に。 え、ケアをできればと考えております。以上、ご回答とさせていただきます。ご質問は以上となりますので、ここで質疑応答を終了とさせていただきます。ご清聴いただきまして、ありがとうございました。ワンダープラネット株式会社 2023年8月期第2四半期決算説明会を終了させていただきます。なお、冒頭でも申し上げましたが、終了後、アンケートへのご協力をお願いいたします。この後、画面が切り替わり、アンケート画面が表示されます。アンケートへのご回答をお願いいたします。本日はご参加いただきまして、誠にありがとうございました。